この椅子が、この、なんか、その、うん、うまく説明できないからいいや。椅子が、椅子の後ろにフォトショップとか書いてあった。あ、違う。PS。50万くらいする椅子がいっぱいあった。何くらいする ?50 万。やば。さて、じゃあ、やりますか。どこ？アナイアレーション2でいいんじゃない？今、アナイアレーション何？2。2? 2。はい、2。2。2。ね、グリーン弱かったんだけど、どうすんの？これグリーン弱いと見せかけてあえてグリーンに行く。あえてグリーン、なるほど。マップはチェロキー来た。これチェロキー、チェロキー、チェロキー、チェロキー。いいね。待って、グリーン入れないか。入っちゃった？どっか入っちゃった。あ、待って、まだ入ってない。あ、いや、入っちゃったかも。あ、グリーンフル。どこ入る？どうせグリーン粘ります。いや、ブルー、あえてブルーで。あ、グリーン入っちゃった。4、3、2、今マップを開いてる。あ、よし、開けた。よし、おっそ。来た、チェロキー来た、これ。チェロキー来た、これ。さあ、まずスイカを掘っていくスタイル。まず、鉄を掘っていくスタイル。ハル選手、スイカを掘る。スイカを掘っていく。素早い動きだ。素早い動きでスイカを掘っていく。ラテ選手、もう鉄鋼に到着しました。ラテ選手、スイカの価値に気づいていないのか？スイカは、水分が 90%。大変ヘルシーな果物と思われがちな野菜である。野菜なんだ。野菜だよ。メロンはメロン。メロンはウォーターメロン。あ、ウォーターメロンスイカだわ。ウォーターメロン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 。ちょっと待ってくれ。もう言いすぎて掘れない。もう泣きそう。本当だ。もう俺も泣きそう。ただ、この裏にある。一個あるんだ。ここの階段の下に。それを俺は逃さない。うわ、なんかもう鉱山突来てね。青来てるって。集団でかかれば怖くない。あー、でも逃げちゃった。まあいいや。もう、攻撃受けてるよ。俺攻撃受けてるよ。大丈夫？頭は大丈夫？頭はギリギリ大丈夫。あー、もうこのちょいちょいある穴ぼこにはまるのがうざい。それは君が下手。そう、俺が下手。また俺この階段うまく登れないんだけど、マジで。この階段登りにくすぎ。本当に。あ、それわかるわ。うわ、落ちちゃった、もうさ。隠れがバレない隠れがない。なんで隠れ家にこだわるの？いやいや、だって欲しいじゃん、秘密基地。僕らロマン。そう、男のマロンですよ。美味しそうな栗。わね、ほんとにもうさ、モンブラン食べたくなっちゃったじゃん。いや、知らない、それは知らない。この前はま寿司でさ、はま寿司って知ってる？知らないよ。え、はま寿司知らないの？はま寿司はギリギリ知ってる。あ、ギリ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 知ってた。はま寿司でね、モンブラン食べたんだけどね、うん、あんま好きな味じゃなかった。だってはま寿司って寿司屋でしょ。そう、回転寿司のね、デザートなんてね、たまに当たりあるけど、そんなね。例えばスイートポテトとか美味しい。コーヒーゼリーとか。コーヒーゼリーなんて。コーヒーゼリー、コーヒーゼリー、コーヒーゼリーはシャトレーゼでしょ。シャトレーゼって何？え、知らない？シャトレーゼ。あ、ギリギリ知ってるかもしんない。何ギリギリって。怒るよ。5個なの？もう5個だわ。5個なので、だ、あ、なんかそれあるよね。5個なのって言われ。ラテちゃん、5個なの？5個だよ。だって俺さ、やっぱエンチャンター神職だわ。ポーションとかどこに隠せばいいの？なんか分かりやすくて分かりにくいところ。お、それ覚えやすくてじゃないの？あ、覚えやすくて忘れにくくて。なんかこの辺人多いから見つかっちゃいそうなんだよな。じゃあ別にどこ隠せばいいやん。パッパッパッパンパンパッ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 パンパン。やばい、ハゲた。ルルルルパッパラルルルルルルルパッパーラドゥルドゥ。まあいいや、とりあえず金掘りに行きますか。いや、はしごここで切れてるんだけど、どういうこと？ハゲてるからだよ。ハゲてるからかな。よし、30秒溜まった。もうオラ行くだ。なんかすごい
オープンなところでかまどで徹夜いてる人がいたからもらってきた。さて金掘りに行きますか。あ、ゴールドマインここだっけ。ここだよ。ここだ。あ、ほんとだ、伊達之助いるわ。伊達之助の足、生足。俺なんやったからトンネスコピーやるわ。あ、なんかすごい落ちてきた、たくさん。ちょ、こいつの邪魔するわ、俺。もうこいつの邪魔しまくるわ。頑張れ。その間に俺は掘る、掘りまくる。はい、掘れ。掘る掘る。一生懸命邪魔するんだ。はい、掘れよ、お前。なんか1スタック貯めて俺トンネスコピーやりに行くから。スコピーって何？スコーピオンだっけな。そういう職業があるんだけど。サソリ？違う。スペルが違ってないけど。合ってんのかな、わかんないけど。とりあえずこいつを殺す、こいつ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 、63、64、来た。帰ろう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 か、もう帰ろう。じゃあ、キャベツとレタス。キャベツだな。レタスだ。たらこと明太子。明太子。明太子。これは結構な明太子。だいぶ明太子。だいぶ明太子。大島さんですか？大島さんで誰？いや、そこは小島だよでしょ。醸造台 10個なんだ。醸造台買っちゃった？え、買ってない。俺が作るよ。あ、そう。じゃあ材料だけでいい。うん、ちょっと待って。まだ何も買わないで。まだ時じゃないから。あ、発酵した雲の上だから。金の人参と、うん、金の人参そう、ガラス瓶買ってきて。了解。すげえパシリンされてるけど俺。大丈夫だ、問題ない。問題ない。金の人参、よいしょ。金の人参とガラス瓶、よいしょ、オッケー。購入しました、パイセン。ちょっと、じゃあガラス瓶貸して水汲んでくる。いってらっしゃい。早く、ガラス瓶貸す。おい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 。後ろ、志村後ろ。材料ちょうだい。水汲んできた。え、あの何、あ、金人参。金人参とレッドストーン。あ、レッドストーン了解。今どこ？新宿。新宿？あ、いた。新宿。ここ新宿って言うんだ。こう。はい、レッドストーン。ここでいいわ。アンドゴールドキャロット。ここでしっかりと醸造していくスタイル。あ、ネザーウォート買ってきて。ネザーウォートいいよ。忘れてたわ。はい、ネザーオート買ってきたよ。ほら、どこだ。石炭の近く。どこだ。なんで石炭のとこなんかいんだ、バカ野郎。ダンカン、バカ野郎。ダンカン、こねる。似せる気はない。ネザーオート、ポン。何やんだっけ、トメトツ。トメトツ。トメトツやって楽しいか。え、何そこから否定する感じなの。いや、嘘、ごめん。俺が悪かった。許して、ちょんまげ。許さない。じゃあ俺一人で。いや、ごめんごめんごめん。なんで俺材料買ってきたのになんか俺はぶられなきゃいけないんだ。意味がわからないよ。知らんな。うわー、ポーション作ってる間暇だ。あ、金ピ、金ピ作っといて。金ピ、金ピ、うん。で、1レベルエンチャーしといて。はいはい。ご飯ができたらしい。え、ご飯できちゃったの？いや、まだ大丈夫だけどね。やって、まだ助かる。まだ助かる。それ金ピ作ってよ。効率強化1。あ、うん、どっちも効率強化1だ。マジか。うん、2を出せよ。無理無理無理。俺にそんな才能があるとでも思ってんのか。知らんな。知らないんだ。知らない。え、待って、俺ハマった。俺、罠だ。これは罠だ。知らねえ。あ、破壊できてよかった。